それじゃあね、耳の構造を見ていきましょう。僕らがね、耳って言ってる、この部分、この部分は耳郭って言います。耳郭でこぼこしてますね。なんかね、よく見るとね、でこぼこしてるのはいろんな方向から来る音波をその奥外耳道に導くためにこんな風にね、でこぼこしてるんですね。で、この外耳道の奥には鼓膜があります。聞いたことありますね、鼓膜。で、実は鼓膜のね、奥にもまだ構造があって、鼓膜の奥には3つのね、人体の中で最も小さい骨って言われてるけど、耳小骨っていう骨がね、3つあります。それぞれこの3つはね、土、キヌタ、アブミっていう名前がついてます。で、ここ土、キヌタ、アブミが土骨、キヌタ骨、アブミ骨がいるお部屋を、このお部屋を骨室って言います。で、骨室には下に、通路がつながってて、この管は耳管と言います。で、このさらに奥にこんな風に渦巻き管があるんだけど、ちょっと難しい、ぐるぐるなってる状態だと、解説しづらいから、渦巻き管をビョーンって伸ばしたと仮定します。本当は渦巻いてるんだよ、渦巻き管っていうぐらいだからね。これを両音ってね、伸ばして、ちょっと解説したいと思います。この渦巻き管、3階建てになってて、上の階、この上の階を前庭階って言います。で、下の階、この下の階を骨室階って言います。で、この真ん中の階を渦巻き祭管って言います。渦巻き管の中にある細い管だね。一応これはね、まずは耳の全体構造です。